にちは、S&D です。今日はレシーブでセッターに返すために重要なことについて解説をしていきます。レシーブの基本や練習方法などは再生リストのレシーブからぜひご覧ください。今日のレシーブのポイント、それは腕を振らないということです。もちろん距離の長いパスや二段トスなどはボールに勢いを与えないといけないので、このように腕を振ってボールに勢いを与える必要がありますが、ボールが思ったところに行かない人の特徴として腕を横に振ってしまうという人が多いです。セッターに返すためのコツとして、ボールが当たった後腕を動かさないというのが大きなポイントです。レシーブでボールが腕に当たった瞬間の腕の面の角度でボールの行方は決まってしまいます。なので腕にボールが当たって動かしても、ボールの軌道もしくは場所はほとんど変わりません。逆にボールが当たった瞬間に腕を振る癖がついていると、腕の面が安定しないので、いろんなところにボールが飛んでしまいます。なのでボールをよく弾く人は、まず腕を振っていないかどうかを確認する必要があります。意識することとしては、当たった瞬間に腕を 2,3 秒止めておくだけで大丈夫です。2秒止めておくだけで自分の腕の面が自分でも確認ができるので、当たった瞬間から2秒動かさないという意識をするだけで腕の振りはなくなると思います。今よくある悪い例をやってみたんですが、もともと腕の面がセッターに向いてない状態で当たって、ボールが当たった瞬間ぐらいに元に戻すと、思った方と別の方に飛ぶ、プラスボールに勢いが増す感じがします。例えば足の状態、下半身の状態が崩れていたとしても、腕の面だけが綺麗にセッターの方を向いて残っていればボールはセッターに返るので、この腕の面を何も考えなくても上げたい位置に一発で向けることができるように、鏡を見て練習をしたり、あとはもう繰り返し打ってもらって面を意識する練習をしたりっていうのを繰り返し行って、よりセッターに返すことができるように練習をしていきましょう。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。